いわき市小名浜の加工小屋には漁師の家族たちが集まり、夏の訪れを告げる風物詩、ウニの貝焼き作りが始まりました。今朝は北紫ウニ48キロが水揚げされ、女性たちはピンセットを使いながら丁寧に綿を取り除いていきます。いわき市漁協によりますと、今年のウニは生育が良く、去年の同じ時期と比べ身入りが良いということです。色が良くて、で大きいものがやっぱり育ってきているの で、やっぱいわきの伝統料理っていうこともあるんで、それを楽しんでもらいたいなと思います。ウニはこれから夏にかけて身が大きくなることから、貝焼き作りは来月から7月にかけて最盛期を迎えるということです。